バンダイのブースに来ております岸山さんです。もう毎年のようにですね、実はあの岸山さんのインタビュー取ろうとしてて、いつも大忙しい方なんでなかなかできないのですが、どうも今年の岸山さんの主な任務はグーフ売りですね。そうですね、もうやっぱこの青い巨星ちゃんを売らないといかんなということでバージョン2にしてしまいました。はい、ちなみにグーフという言葉なんですが、英語ではグーフというのはミスとかドジとかふざけたやつとかそういう意味あるんですが、まあそういう意味ではあのガンダムのメカの中でもかなりとんでもメカなので、ちょっとリアルっていうのとはねちょっとこう外れたところがありまして、そういう意味ではその意味っていうのは合ってるかもしれないですね。フィンガーバルカンですか。ちょっと太いミミズも出てきちゃいますしね。はい、今回はまあグフというネタというよりは、はい、マスターグレードシリーズのさらなる進化という点から見てみますと、どういうような特徴があるんですか。そうですね、ザクっていうのを以前やりまして、これの改良強化型っていうのがグフっていうのがね、設定上あるんですけど、プラモデルっていう意味でも、前のバージョン 1.0 っていうのはグーの形をしたプラモデルを作っちゃったんですけど、今度のバージョン2っていうのはグーって何者、ザクとどういう関係なのっていうのをものづくりのね、あの観点からマスターグレードって言いますのが、こういったあの内部フレームっていうのがね、ポイントになるんですけど、すごいですね、これだけでなんか展示しても差し支えないようなオブジェなんですけれどもね、かなりこうメカニカルなものになってます。でこれ見ていただいた部分 のピンク色のところ、ここがザクと共通で、まあ、それ以外が要はあのグフの専用部分と。じゃあこの変わってるところが、ジェネレーターがでかいんよだとか、この太ももあたりは要は燃料タンクなんですけど、ザクよりも増量されてて、じゃあこういうふうにコンポーネンツが変わって性能が強化されて、これを包む装甲をくっつけたら、ザクの形がグフに変わったんですねというようなのが、まあまあプラモデルを作ることで設定の中のイメージまで分かっちゃうというのを。なるほどね。あと昨日覗いた時にはなんかちょっと一生懸命ですね、この辺の仕掛けを見せてたので、ちょっともう一回見せてもらっていいですか。組み立てをいかに簡単にしようかということで、まあ、今までも大体同じような部品分割なんですけど、この小さい動力パイプの部品を一つ一つ、切り出して、それを、パーティングライン消したりとかしなきゃいけなかったんですけど、これを楽にしたいということで、こういった芯材の部品を、このようにですねブスッとこう、なるほど、突き刺しちゃう。でこれ特定の向きにしかまず刺さらないっていうのが一つミソです。でともかくこれをぶすりとこう刺してもらって、これをニッパーでちょんちょんちょんと切り出しますと、こんなような、ね、状態でこう取り出せるんですけど、はい、これをずるっとこう寄せてもらって、特定の向きにしかはまらないもんですから、これぐるぐるは回らないんですね。この状態でパーティングラインをキュ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 ッとこう磨いてもらって、それこそ色を塗ってもらって、これをあとはずるずるずるっと移動させると、動力パイプがあっという間に出来上がっちゃうということで、今までモデラーの皆さんがめんどくせえって思ったところをいかに排除しちゃうかというようなこう作りやすさ、こういったところも、はい、重要な点です。ありがとうございます。はい、こういう工夫がね本当にありがたいと思います。派手な LED ディスプレイの中に囲まれているのはこれは何でしょう。これマスターグレードの00シリーズの、ね、キャラクターの第1号アイテムになります、ガンダムエクシア、これのマスターグレード版ですね。特徴は今回の2バージョン、イメージ的に言うとスタンダードとデラックスみたいなものがありまして、今ここに見えてますのは、そのデラックスイグニッションモードという、商品なんですけども、こちらのボードにありますような、リペアパーツということで、番組の中でこう壊れて活躍しているシーンとかあるんですね。なるほどね。が壊れてそれをマントでこう覆ってみたいなところがあるんですが、そういったマントの部品ですとか、それから胴体の一部がこう光り輝くっていう部分があるんですけども、そういったところを LED のユニットを搭載することで、LED というものは今世界の照明技術をいろんな意味で革命を起こしているんですが、はいはい、車から家庭からプラモデルまでですね。はい、まさに青色 LED ができたおかげで出来上がった綺麗な緑で、ね、発光するユニットが、これ組み立て済みになってるんですけどもね。でまたメッキの部品とか、細々組み合わせてこのガンダムエクシアの特徴っていうのをもう余すことなく再現した品物ということで、この7月発売になってます。はい、割と大きさコンパクトなんですが、はい、お値段はちょっとコンパクトさに若干欠けるような感じがしますけど、ね、6825円。はい、部材がすごいこうたくさん入っているところがあるんですけども、通常ですね6825円税込みが、なんとですね
今回初回だけですけども、スペシャルプライス5,250円でお願いします。という、バンダイさんから不況スペシャルということで、はい、初回のみ5,250円です。お買い得です。もちろんホビーリンクジャパンでその値段で販売させていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。